第二次世界大戦の背景では、1939年に第二次世界大戦が勃発した背景について説明する。アジア、太平洋での戦争については、日中戦争、太平洋戦争も参照。ドイツがベルサイユ条約によって喪失した領土ヨーロッパでは、1919年に第一次世界大戦のドイツに関する講和条約である。 ベルサイユ条約が締結され、ベルサイユ体制が成立した。ドイツやオーストリアは、講和条約において、領土の一部を創出し、その領域は、民族受決主義の下で誕生した、ポーランド、チェコスロバキア、リトアニアなどの領土に組み込まれた。しかしこれらの領域には、多数のドイツ系住民が居住しており、少数民族の立場に追いやられた。 ドイツ系住民の処遇の問題は新たな民族紛争の火種となる可能性を持っていた。また、ドイツはベルサイユ条約において巨額の戦争賠償を課せられた。1922年フランスが賠償金支払いを要求してルール占領を強行したことにより、ドイツでは社会不安が引き起こされハイパーインフレーションが発生した。アメリカ合衆国は 1920年代には、イギリスに代わって、世界最大の工業国としての地位を確立し、第一次世界大戦後の後継期を謳歌していた。しかし1929年、アメリカ経済は、生産過剰に陥り、それに先立つ、農業不況の慢性化や合理化による、雇用抑制と複合して、株価が大暴落、ヨーロッパに飛び火して、世界恐慌へと発展した。 世界恐慌に対する対応として、英仏両国は、ブロック経済体制を築き、アメリカは、ニューディール政策を打ち出して、これを乗り越えようとした。しかし、広大な植民地市場や豊富な資源を持たないドイツやイタリアでは、このような解決策を取ることはできなかった。両国の国民は、絶望感と被害者意識を募らせ、 ファシズム、ナチズムの運動が勢力を得る下地が形作られた。ヒトラーとムッソリーニファシズムの政治体制が最初に形成されたのはイタリアにおいてである。イタリアでは第一次世界大戦直後に経済が悪化し、政情不安に陥っていたが、1922年、ファシスト党を率いるベニートムッソリーニがローマ進軍を行い、 国王ビットオリオエマヌエール3世の協力もあって権力を獲得した。世界恐慌の苦境に際しては、ムッソリーニは1935年のエチオピア侵略に打開策を求め、それが元となってイタリアは1937年に国際連盟及び国際労働機関を脱退した。ドイツでは1933年、 ベルサイユ体制の打破とナチズムを掲げるアドルフ・ヒトラーが首相に就任、翌年には総統に就任し、独裁的権力を掌握した。ヒトラーは、経済的には、軍備増強と公共事業により、総需要を喚起し、世界恐慌を克服した。国際関係では、1933年に国際連盟を脱退、1935年には、 ベルサイユ条約の軍事条項を破棄して、再軍備を宣言。1936年には、ベルサイユ条約で軍隊の駐留が禁止されていた、ラインラント地方に軍隊を進駐させた。また、ファシストイタリアと関係を結び、同様に、国際連盟を脱退していた日本との間にも、日独防共協定を結んだ。その後これらの三国の関係は、 日独位三国軍事同盟へと発展してゆく。放送の国粹主義団体としては1924年には国本社、1925年には帝国弁護士会が設立されており、1931年に関東軍の独断による流浄湖事件を契機に満州事変が勃発し、1933年には国際連盟及び国際労働機関を脱退し、 翌年には、ワシントン海軍軍縮条約を脱退。司法省は、ナチスドイツ関連の論文を発行し始めた。満州事変後、中国と日本とは一旦は停戦協定を結ぶものの、1937年に、路甲橋事件が発生し日中戦争が勃発した。米英は、日本の行動に反発し、日本は、次第に、ナチスドイツへの接近を強めていった。 国内情勢は、日英同盟によって、第一次世界大戦の戦勝国側であった日本は、その後のワシントン体制やロンドン海軍軍縮会議、等の軍縮の流れに乗らざるを得なかったという事情もあり、軍部には不満を持つ者もいた。さらに1923年の関東大震災や1929年の世界恐慌の影響で国内に、 大きな打撃を受けていたタイミングで、日本では、井上蔵省のもと、1930年に、金本位制への復帰を宣言してしまう。世界強慌という事象を甘く見すぎていたことが、あだとなり、金本位復帰後すぐに、国内から成果が大量に流出した。また、輸出で賄っていた企業は、主要輸出先である。 アメリカ等が不況であったために大打撃を受け、物が売れず、戦前でも最悪のデフレ状態となってしまう。農村では、キートの輸出が主な稼ぎだった家庭も多く、そういった家庭では、娘の身売りなどが起き、政府に対する不満は高まっていった。そんな中、1932年に、金本位制を訴えていた、井上善蔵省等が右翼団であった、結命団によって、 襲撃、殺害される、決命団事件が発生。同年には、当時の首相であった、犬飼武士の自宅や、警視庁、変電所、日本銀行等を海軍青年将校が、計画的に襲撃、同時に、犬飼首相らを殺害する5.1号事件が、発生。しかし、これらの事件の実行犯は、単元諸島の、自由により、軽い刑罰で済んだ。 このことが後に、軍部の発言力を増す要因になる。1936年には、行動派陸軍青年将校が、武力によって、政治改革をするため、増将、高橋小暦を、内大臣、斉藤実らを襲撃し殺害する2.26、事件が発生。同事件は、同陸軍により鎮圧されるも、この事件後、行動派は衰退し、逆に、 東条秀機ら統制派が勢力を伸ばすことになる。詳しくは、同ページのアジア各国の情勢を参照のこと。英仏では、ナチスドイツの軍備拡張政策に対して、第一次世界大戦で受けた、膨大な損害の反動から、国民は平和の継続を求め、また圧力を強めつつあった、共産主義を呼び、ソビエト連邦に、 ドイツが代行することを期待して、融和政策を取ることに終始していた。ヒトラーは、ドイツ周辺の国々における、ドイツ系住民の処遇問題に対しては、民族受決主義を主張し、ドイツ人居住地域のドイツへの併合を要求した。オーストリアには、第一次世界大戦後ドイツとの一体を望む声がありながら、ドイツの力を削ぐ目的で、 サンジェルマン条約にて禁止されていた。しかし、オーストリア政府の反対にもかかわらず、1938年3月、オーストリア国民の熱狂的とも言える支持のもと、オーストリアを併合した。チェコ問題ヒトラーは、チェコスロバキアのズデーデン地方に狙いを定めた。ズデーデン地方は、ドイツ系住民が多く居住していた。当時、 その数は310万人とされている。なぜ、ズデーテン地方が、チェコ領になっている理由は、以下の通りである。1918年10月28日に、ドイツ内のチェコスロバキア独立派のエドバルド・ベネッシュは、チェコスロバキアの独立を宣言した。それに大使現地の在住のドイツ人は、翌10月29日に、 ドイツ人帝国議会議員が中心として、エーガラントと北ボヘミアにドイツ系ボヘミア州の成立を宣言したものの、チェコ軍団が侵攻を開始し、ドイツ系ボヘミア州政府はドイツへ亡命した。この後に開かれたパリ講和会議では、アメリカ合衆国は民族自決の概念からドイツへの編入を要望し、オーストリアはチェコへの編入に強く反対していた。しかし、 フランスの要求が通り、ドイツ系ボヘミア州は、チェコスロバキアの領土となることが確定した。この一連のチェコスロバキア政府の行動にヒトラーは、納得がいかなかった。そこで、英仏との間でヒトラーは、強引とも言える要求と、戦争を避けようとする優和政策との間で駆け引きが続けられた。1938年9月に開催された、ミュンヘン会談で、 ネビル・チェインバレニエ首相とエドワール・ダラビエフツ首相はヒトラーの要求が最終的なものであることを確認して妥協した。こうしてチェコスロバキア政府の意向は英仏独によって完全に無視され、チェコスロバキアは解体され、ドイツはズレーテン地方を獲得し、チェコを保護国とした。この一連の行動でハンガリーを呼びポーランドも領土を獲得した。 団地引賊問題ヒトラーはベルサイユ体制の不当項目解消の最終目的であった団地費を含めたポーランド回路を要求した。当時の団地費は人口の約95%をドイツ人が占め、現地ドイツ人は民族自決の原則に従ってドイツへの帰属を求めていた。この団地費をめぐる外交にはドイツイギリスフランスの他ローマ法王や ムッソリーニ、ベルギー国王などが参加しており、最後にはアメリカのルーズベルトも参加していた。ヒトラーの要求は、各国で合理的な正当性のある要求だと認められていた。ポーランド外相のヨゼフ・ベックラ・ポーランド政府要人は、一応要求に一定の理解を示していて、1939年4月の囲い込み政策以前は、ポーランド回廊に関する、 実質的合意に至っていたとリッペントロップ外相は1939年8月14日に列国議会同盟会議に参加していたアメリカ代表のハミルトン・フィッシュ3世との会談で述べていた。しかし、この囲い込み政策によってポーランド軍部が強硬姿勢に転じ今までの合意はうやむやにされた。 このイギリスの行動にヒトラーは態度を一転し、今まで交渉してきたイギリスとの約束をうやむやにし、急激にイギリスを強く剣をし、敵視した。囲い込み政策に政策を一転させた理由は、多々あるが、アメリカの大英仏軍事支援の条約が関係していると考えられている。囲い込み政策が施行されるとポーランドは軍事的支援の確約が得られ、 さらに勢いがついていった。ヒトラーはついに耐えきれず、ソ連との不可侵条約である、独ソ不可侵条約が結ばれた。この中の秘密規定には、ソ連とポーランドの戦争において、ソ連が失った地のソ連復帰が約束されていた。その後、一度、動員を宣言したものの、ムッソリーニを筆頭にした抗議によって一度は、動員令を解除した。 そして団地費問題に関してもう一度話し合うように進められ交渉が再開したが英仏の支援が確約されていたポーランドはその約束を唯一の頼みの綱としてドイツとの直接交渉を行わなかった1939年9月1日ヒトラーはポーランドに対し宣戦布告を行った9月3日英仏両国もドイツへ宣戦を布告ここに 第二次世界大戦が勃発した。パリ講和会議における各国首脳、左からロイド・ジョージ、ビットリオ・エマヌエー・レオルランド、ジョルジュ・クレマンソー、ウッドロー・ウィルソン第一次世界大戦後の世界情勢ではアメリカ大統領のウッドロー・ウィルソンが提唱した14過剰の平和原則に基づいて1919 19年にパリ講和会議が開かれた。提唱国の日本と アメリカ、イギリス、イタリアと開催地のフランスの首脳を含む第一次世界大戦の戦勝国の代表団が参加し、参加国間でベルサイユ条約が締結され、翌年国際連盟を設立することをうたったベルサイユ体制が成立した。翌年、国際連盟が設立されたが、肝心のアメリカが議会の反対とヨーロッパの情勢の影響を受ける。 ことを嫌ったため参加せず、ソビエト連邦とドイツが敗戦国であるために除外されていた。パリ講和会議における民族自決主義は不完結なものであったとはいえ、国際法の一部となった。ヨーロッパ地域では、ハンガリー、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、ポーランド、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアはこの時に独立を認められた。アジアアフリカ地域では、 イギリスは1921年に長年支配下にあったイランを1922年にエジプトを独立させている。このことからベルサイユ体制は単なる列強の論理の具現ではないと言える。ただ、旧ドイツ植民地及びオスマン帝国の領土を委任統治の名のもと事実上保護国化したことに加え国境線は人為的なものであったことから 第一次大戦以降の民族問題は、より複雑で錯綜したものとなった。実際、イギリスとフランスは、サイクスピコ協定に基づき、オスマン帝国の領土を2分した。シリアとレイバノンは、フランスの委任統治領となり、イラク、トランスヨルダン、パレスティナは、イギリスの委任統治領となった。また、南西アフリカは、南アフリカ連邦の委任統治領へ、 南洋諸島は日本とオーストラリアの委任統治領となった。また、戦後英仏から戦争責任を問われ報復の対象となったドイツは敗戦国の中でも特に巨額の賠償金を課せられた上軍備を制限されすべての植民地が没収された。このためドイツでは社会不安によるインフレーションを招いた。第一次世界大戦のヨーロッパの戦勝国は国土が 戦火に見舞われなかったアメリカに対し多額の債務を抱えることになった。その後再建国のアメリカは未曾有の後継期に湧いたものの1929年10月にニューヨークのウォール街における株価大暴落から始まった世界恐慌はヨーロッパや日本にも瞬く間に波及し社会主義国であるソビエト連邦を除く主要資本主義国の経済に 大きな打撃を与えた。この世界恐慌を打開するため、植民地を持つ大国は、自国と植民地による、排他的な経済圏いわゆるブロック経済を作り、植民地を持たない国々は、新たな植民地を求めるべく、近隣諸国に進出していった。例として、前者は、イギリスのスターリングブロック、フランスのフランブロックである。 後者は1930年代の日本による中国大陸での権益確保と事実上の海儡政権である満州国の設立、イタリア王国によるエチオピアの侵略やドイツによるオーストリアの無欠占領が挙げられる。また後者においては経済の停滞による政常不安によりファシズム的思想の浸透やそれに伴う軍部の対等が見られたほかこの時期における 人種差別的思考の台頭が顕著なものとなった。アメリカ・カリフォルニア州の油田第一次世界大戦で本格化した飛行機の戦争利用、残豪戦を打ち破る戦車投身兵器の開発は内燃期間の発達とともに急速に進展した。また、従来石炭を用いていた部分も多かった軍艦も重油を使用するようになった。 兵器の進化によって軍隊は石油なしには成立しない状況になったと言える。これまでの国力を図る人口や工業力にとどまらず、石油資源の確保は重大な問題となり、イギリスやアメリカ、オランダ等の国内外に石油資源を持つ国家がそれを外交手段として用い始めたが、ドイツ、イタリア、日本などいわゆる持たざる国家にとっては、 石油の備蓄と産出地の獲得が死活問題となった。そのためこれらの国々は海外に資源の確保と維持を求めた。特に日本の場合に海戦時期を決める大きな要因となった。イギリスとドイツによる嫌韓競争は第一次世界大戦の一因ともなったが、第一次世界大戦後も各国は大規模な建造計画を推進した。しかしながら、 県間競争は各国にとって経済的に大きな負担であり、海軍の軍縮は列強にとって避けることのできない問題であった。アメリカ・イギリス、日本を中心とする主力艦に関するワシントン会議に始まり、補助艦艇に関するロンドン会議を経、各国は海軍休日とも言われる日々を送った。しかし、特にロンドン軍縮条約の結果に、 大きな不満を持った日本海軍では倒水権、甲板問題が発生し、最終的には第二次ロンドン会議には参加することなく、条約期間の終了に伴う廃棄通告で、海軍休日は終わりを告げた。無条約時代となった1937年より、再び県間競争が始まった。アメリカは第二次、ビンソン案により、海軍力25%増強。 第3次、ビンソン湾により、同11%、さらに、スターク湾により、同70%増強という大規模な、嫌韓計画をやつぎ早に打ち出した。日米海軍力費比は、急速に悪化して、昭和16年度の対米80%超から、昭和19年度中に、同25%の劣勢に陥ると予測された。 軍縮条約破棄により帰って日米の軍事バランスは悪化し、アメリカの県間計画に追随しきれない、日本海軍は深刻な危機感を抱いた。日本海軍内では戦力バランスが完全に不利になる前に、対米海戦すべきという議論が持ち上がり、太平洋戦争の海戦時期を決定する上で大きな要因の一つとなった。 1939年8月のヨーロッパの情勢アウトバーンファシスト等のプロパガンダポスター1932年に行われた選挙でアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党は第一党の地位を獲得しそして1933年1月ヒトラー内閣が成立2月のドイツ国会議事堂放火事件で 共産党勢力の駆逐に成功すると、翌3月には、全権委任法を制定、バイマル憲法を停止させた。ヒンデンブルク大統領亡き後、ヒトラーは、国家元首となり完全に権力を掌握した。ヒトラーはナチスによる、画一的な全体主義国家の建設を推進し、軍事国家を構築していった。経済的には秘密裏に押し進めた、軍備増強と、 国内の失業者を救済するための公共事業で需要を喚起することにより経済回復に成功している。しかしこの経済回復もヒトラーにとっては軍債権のためのものに過ぎなかった。ヒトラーは我が闘争にあるようにヨーロッパにおける地続きの領土がドイツ民族を養うために必要だと主張しており、1937年11月5日の 相当官邸秘密会議でもその意見を強調している。1933年には世界軍縮会議と国際連盟を脱退している。1935年にはベルサイユ条約の軍事条項を破棄して徴兵制を施行し、1936年にはベルサイユ条約で軍隊の駐留が禁止されていたラインラント地方に軍隊を駐留させた。同年、 国際連盟を脱退したイタリアとの関係を強化した。この関係はベルリン・ローマ数軸と称され、後の数軸国の由来となった。また同様に国際連盟を脱退していた日本との間にも、傍共協定を結んだ。その後これらの三国の関係は、日独位三国同盟に発展することになる。また、ヒトラーは民族自決主義を唱えて、 周辺諸国内のドイツ民族居住地域の併合政策を推し進めた。手始めに1938年にドイツはオーストリアを軍事的動窟を背景に無欠併合した。ついでドイツ民族による政治運動が高まっていたチェコスロバキアのズデーテン地方に狙いを定めた。この問題を調整するために開催されたミュンヘン会談で ネビル・チェンバレニエ首相やエドワール・ダラビエフツ首相はドイツによる要求が最終的なものであることに妥協し情報を行ったがドイツの要求はそれではとどまらずドイツはズレーテン地方を獲得チェコを保護国にした1939年にはベルサイユ条約によりポーランドに活用されたポーランド回廊の回復に手をつけるために ドイツ・ポーランド不可侵条約を破棄し、反響のナチス・ドイツとは本来相いれないはずであった、ソビエト連邦と独ソ不可侵条約を締結した。第一次世界大戦においてイタリアは祝願であった、未回収のイタリアと呼ばれる地域の回復を狙って、連合国側に参戦した。しかしダルマチアのすべてを獲得することはできなかったため、イタリアはベルサイユ条約に調印せず退席した。 国民からは、名誉なき戦争と呼ばれ、詩人のガブリエーレ・ダンヌンツィヨが、冬目を武力で占領する事件が起こるなど、不満が鬱積していた。戦後急速に経済が悪化し、右派、左派を問わず様々な政治勢力が、主導権を握るべく対立し、政情不安に陥っていた。その後ベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党が、ローマ進軍により、権力を得て、 反対勢力を排斥していくのに長くはかからなかった。また、元首であるビットーリオエマヌエーレ3世は、ムッソリーニの政権ラッシュよりムッソリーニとファシスト等に、対し、友好的な態度を取り続けていただけでなく、積極的にその統治に協力していた。当初イタリアとドイツの関係は、オーストリア問題をめぐって、 ムッソリーニの友人であるドルフース将軍がナチスによって暗殺されたことやムッソリーニ本人がヒトラーの人間性を軽蔑していたことなどにより良好な関係ではなかった。しかし1935年に ストレーザ戦線が成立して2ヶ月で崩壊するなど、イギリスの融和政策とフランスの対独強硬政策による足並みの乱れが、イタリアの英物に対する不信感を生み、イタリア領ソマリランドに隣接するエチオピア帝国への侵攻によって、第二次エチオピア戦争が開始されたことにより、イタリアが国際連盟を脱退したことが、 同様に脱退したドイツと接近するきっかけとなった。1936年10月に二国間で、ばくかの合意が行われた。この時ムッソリーニは、ベルリン・ローマ・ス軸の成立を唱えたが、実質的な条約は結ばれていなかった。しかしその後も、日独位防強協定、1939年5月22日の、鋼鉄協約の締結などで両国の関係は、 強化されていった。その一方イタリアは戦争に積極的ではなく第二次世界大戦勃発はムッソリーニにとっては誤算だった。そのためイギリスと根気強く交渉を続けていたが1939年9月1日のヒトラーのポーランド侵攻がきっかけとなり米英との交渉は決裂。ムッソリーニはさらに数軸関係強化へと継投していく。 1861年のイタリア王国成立以来、教皇領を失ったローマ教皇庁は、世俗国家からの宗教国家への脱皮を打ち出してきた。第一次世界大戦後のベルサイユ体制に関しては、平和のようなものと批判的であった。ムッソリーニ政権が誕生すると、ラテラの条約を結び長年の対立を解消、バチカン四国となった。主権国家となった。 教皇庁は、各国との外交を活発に行う一方、社会主義政権を非難する一方で、ドイツ中央党を通じて、ドイツのナチス党に接近した。そしてドイツ国内のカトリックの保護とカトリック信徒のナチスの中性を認めるライヒスコンコルダートが締結されることになる。その後ナチスが、ユダヤ人などに対する人種差別政策を行うと、それを非難した。 日本の皇太子、広人親王がバチカンを訪れた際にはそれを還元し、日本との国交樹立を模索したが、日本国内でのキリスト教アレルギーの世論の中で立ち消えとなった。なお、日本は1942年に昭和天皇の判断でバチカンと国交を結ぶことになる。1930年代に首相の地位にあったキリスト教社会党のエンゲルベルト、 ドルフースは、隣国ドイツの影響で急速に浸透してきたナチスを強く軽蔑していた。彼はオーストリアこそが、真のドイツの中心であると考えていた。このため、国内では、極右組織の五国団と手を組んで社会民主党や、ナチス勢力と対峙させ、対外的には、イタリアのムッソリーニと同盟を結んで、ナチスドイツの南下を防止しようとした。 1934年、彼は1934年の内乱を起こして、社会民主党を禁止して、オーストロファシズムと呼ばれる神聖ローマ帝国を反とした独自の独裁体制を樹立した。社会民主党の状況を目の当たりにした、オーストリアナチスは危機感を抱き、1935年にクーデーターを起こして、ドルフースの暗殺には成功したが、 政権奪取そのものには失敗した。後継者のクルト・シュシュニックはドルフースの路線を継承したが、今度はヒトラーが直接、シューシュニックに圧力をかけてナチスからの閣僚入閣と五国団の排除を行わせた。1938年にシューシュニックが国家の独立存続の是非を問う国民投票を行う決定をすると、ヒトラーは極秘に、 ムッソリーニの了解を得ると軍隊をオーストリアに侵攻させ、首都ウィーンを占領して、収主肉を逮捕した。ヒトラーは直ちにウィーンに乗り込んで、ドイツ軍を背景に疎格した、オーストリアナチスの領収ザ在水イコールインクバルト新首相と併合条約を結んだ。第一次世界大戦中に出現した、新国家であるチェコスロバキアは、ボヘミア、モラビア、スロバキア、 カルパティアルテニアの各地域を統治していた。しかし、領土の内ずれ天地方にはドイツ人が多数居住し、ドイツとの間に紛争を抱えていた。また、ポーランドとは、テッシェン、ハンガリーとは、スロバキア、カルパティアルテニアの領有権をめぐる争いがあった。このためチェコスロバキアは、周辺諸国から孤立していた。チェコスロバキアは、ユーゴスラビア王国。 ルーマニア王国と商協省を結成、さらにフランスと連携して対抗しようとした。ドイツにナチス政権が誕生すると、ズレーテン問題は顕在化しミュンヘン会談が開かれる。これにより、ズレーテン地方をドイツに割譲することと、その他の係争地の割譲協議が定められた。チェコスロバキア国内の民族運動は激しくなり、ドイツによるボヘミア・モラビア併合。 スロバキアの独立、ハンガリー・ポーランドへの領土編入を招くことになった。1936年に勃発したスペイン内戦では、ファシズムのドイツとイタリアが、フランシスコ・フランコ・バハモンで率いる反乱側に、航空機や戦車などをはじめとする、最新兵器を対応するなど、積極的に物資的支援を行い、また反ファシズムであるマヌエル・アサーニャ大統領を率いる。 共和派の人民戦線をソビエト連邦が支援したことで、同内戦は第二次世界大戦で使用されることになる兵器の実験上の様相を提示した。共和政府には世界中から義勇兵が参加したが、最終的にはフランコ率いる反乱軍が勝利した。フランスは第一次世界大戦の戦勝国であったものの、 西部戦線の主戦場となったため国土は荒廃し、甚大な損害を出した。そのためそのすべてをドイツに賠償金として負わせようとした。また中東王においては、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、ルーマニアと商教賞を成立させ、ドイツやハンガリーを牽制しようとした。さらには、不屈戦争によって失われたアルザスロレーヌにとどまらず、 1923年には、ルール地方にも、ベルギーと共に進駐した。1936年には、レオンブルム人民戦線内閣が成立した。ブルムは大規模な公共事業を行う一方、軍事産業にも多くの予算を投入して、国防を充実させつつ不況からの脱出を図ったほか、労働運動の急進化を牽制しつつ、週40時間労働制。 二週間の有給休,休暇制といった労働政策の充実を進めた。しかし、これらの政策は不況脱出につながらなかった上、その後は政治的混迷期が続き、隣国スペインで行われた内戦など、再度戦争の足音がヨーロッパを追ってきたにも、かかわらず、本格的な戦争への準備はなされないままであった。 第一次世界大戦の戦勝国であるものの莫大な戦費の負担や植民地の独立もしくは独立運動の激化などで痛手を負ったイギリスはその反動で国民は平和の継続を求めまた圧力を強めつつあった共産主義を呼びソビエト連邦にドイツが代行することを期待してナチスが政権を握り軍備拡張政策を取るドイツに対しては 融和政策を取ることに終始していた。また、イギリスは、海軍力が制限されることを前提として1935年3月のドイツ再軍備を黙認し、同年5月には、英独海軍協定を結んだことで、事実上再軍備とベルサイユ体制の崩壊を容認した。その後、ミュンヘン会談においてのナチスドイツの要求を最終的なものとして、 ヨーロッパの平和を維持したと思われたが、ナチスドイツによるポーランドへの要求を目の当たりにし、融和政策による平和維持は崩壊した。軍備拡張や領土拡大を続けるナチスドイツを危険視するようになったイギリスとフランスは、ポーランドとの相互援助条約を締結し、ナチスドイツ拡張の阻止を表明した。独ソ不可侵条約に調印する。 ビャチェスラフ・モロートフ・ラジー・ミルレーニンの死後、独裁的な権力を握ったヨシフ・スターリンは、性的レフ・トロツキーの国外追放を皮切りに、反対派を次々と粛清し、徹底的に排除することで、独裁体制を確かなものにし、社会主義路線を確立した。大粛清時には、処刑や、 強制収容所での過酷な労働などによって、一説には1200万人以上の人が粛清された。そのために内政は混乱し、ミハイル・トゥハチェフスキーら有力な赤軍指導者の多くが粛清され軍備が疲弊していたこともあり、他国との軍事衝突に対しては消極的であった。そのような状況下でスターリンは軍事強国であるドイツとの対立を回避しながら、 ポーランドやバルト三国、フィンランドなどを手に入れるために、天敵とまで言われた、ドイツのヒトラーと1939年8月23日に、独ソ不可侵条約を結び世界を驚かせた。第一次世界大戦の結果として、再び国土を回復したポーランドは、ユゼフ・ピウス付きの指導のもと新たな国家建設を進めていた。 ドイツとソ連という二大大国の間に作られた干渉地帯の一つとして重要な場所に存在したがバルト海への土地を確保するためにドイツを分割してしまう立場となった。また国内にも多くのドイツ人を抱えることとなった。このことはドイツにとって領土獲得への口実を生み出させた。1939年にナチスドイツから領土問題を含める 様々な圧力が加えられ、同年8月25日に、イギリス・フランスに対して、相互援助条約を締結した。後年判明するのであるが、1939年に、ドイツとソ連の間で締結された、独ソ不可新条約の付属秘密議定書での取り決めによって、ポーランドの分割が合意されていた。第一次世界大戦で、 ハプスブルク帝国が崩壊し、ハンガリーはオーストリアから分離してマジャル人が主体の王国を成立させた。トリアノン条約により、新たなハンガリー国家の領土は、ハンガリー王国の歴史的地域より縮小し、マジャル人が住民の多数を占める地域が、ルーマニア王国やセルボクロアート、スロベーノ王国に割譲されたことは、ハンガリー国民に、 ベルサイユ体制への不満を抱かせた。1920年から摂政として国王不在のハンガリー王国を統治したホルティミクローシュは給料の脱回を目論み、ベルサイユ体制の打破で利害が一致するドイツに接近した。1920年5月の国民投票の結果、スイスは国際連盟に加入していたが、集団安全保障の理念に基づく、 国際平和の維持を試みた国際連盟の試みは1933年のドイツと日本による脱退で破綻した。さらに1934年のソ連の加盟はスイスに国際連盟への不信感を植え付けた。1918年以降スイスと共産党を率いるソ連の関係は険悪だったからである。また、 1935年のイタリアによるエチオピア侵略はスイスにとって悩みの種を増やした。国際連盟はイタリアへの経済制裁を決定したが、スイスは自分の首を絞めかねない経済制裁に参加を拒否し続けた。1937年のイタリアの国際連盟脱退はスイスの立場が決定的に苦しいものとなった。スイスにとって 国際連盟にとどまり続けることは、中立の立場が失われることになりかねないことを意味した。1939年5月、国際連盟に対して、絶対中立への会帰を承認させた。このような情勢の中、第二次世界大戦を迎えることとなる。この絵踏み丸首相上海北部を抗軍する日本軍、第一次大戦の勝利により、日本は、 三島半島の旧ドイツ権益を獲得したが、それを話し合ったパリ講和会議では、中国大陸の門戸解放政策を主張する、米国と対立した。また、シベリア出兵における、日本の積極的な軍事行動へ、不信感を持った、列強諸国との中国大陸における利権の、対立などから、日英同盟を望まない、米国の思惑、人種差別撤廃要求を破棄された。 日本の欧米への不信感、日英双方国内での日英、同盟更新反対論などを背景に、ワシントン会議が開催され、日英同盟が解消。また三島間不条約により、中国大陸での見込み権益を失った日本政府は、基礎弁義主義を法制化した。ここから日本は、列強国と徐々に離れていき、孤立し始めていく。日本国内では、 第一次世界大戦の戦勝国として民主化と英米との協調外交とを施行していたが第一次世界大戦が終結しまもなくヨーロッパ経済が平穏を取り戻すと戦勝国であり同じく国土に直接的な被害を受けなかったアメリカと同様に戦争特需による後継気を謳歌していた日本の経済は間もなく不況に陥り さらに世界恐慌がそれに拍車をかけることとなった。1923年には関東大震災に乗じ議会が反対していた法案が直例治安維持令として発布された。放送の国粋主義団体としては1924年には国本社が発足し、また弁護士団体の東京弁護士会が分裂し、帝国弁護士会などが発足した。 工業の更新性から欧米とは対等な市場競争が難しい日本は自由貿易だけでは利益を確保できなかった。例えば、軍服法制用の高級ミシン糸の購入先はイギリスの貿易企業だった。また、昭和強硬下で地方、農村部の疲弊が進んだ。しかし、県政の上道の原則の下で政党間の対立に明け暮れ。 政治腐敗のはびこる国内の政党政治はこれら、内外の諸問題へ、十分な対処を行うことができず、国民の信用を失いつつあった。さらに、ロンドン海軍軍縮会議に橋を発した、東水権甲板問題の再燃、また1932年には、海軍将校らが、犬飼武首相を射殺した5.15事件や1936年に、 行動派の青年将校が斉藤美内大臣と高橋蔵省を射殺した2.26事件が起こり、政党内閣は終焉に至った。むしろナチスドイツ思想を剣伝していたのは司法省でもあった。1931年に関東軍の独断による流浄湖事件を契機に満州事変が勃発し、1932年に 傀儡国家満州国を成立させる。日本の大陸の利権拡大を良しとしない列強国との対立から、ついに1933年には国際連盟及び国際労働機関を脱退。1934年には帝国弁護士会がワシントン海軍軍縮条約の破棄を求める声明を発表し、これも脱退を通告。1936年には、 ロンドン海軍軍縮条約からの脱退を通告。これ以後は海軍軍縮についての条約は実質的に執行し、世界は制限なき軍艦建造競争の時代に突入していった。1937年には、六甲橋事件をきっかけとして日中戦争が勃発。第二次上海事変以降家中にも飛び火し、日本政府の予想とは別に発展していった。 シナ事変は、この後事変と呼べないほどに戦闘は激化し軍部の予想さえも外れて短期間での収集が見込めなくなった。結果、この絵フミマロ内閣は1940年に東京で国際博覧会と同時に開催される予定だった。東京オリンピックの開催権を1938年7月15日の 閣議決定により返上するなど、軍部の要求から国民総動員で臨戦体制を固めていく。1939年9月のドイツのポーランド侵攻後、1940年中頃には、同盟国のドイツ軍がフランス全土を占領したことに伴い、日本軍はフランス領インドシナへ進駐したものの、この進駐にアメリカやイギリス、 さらに本国をフランスと同じくドイツに占領されたオランダなどが反発し、これらの国々と日本の関係は日に日に険悪さを増していった。1941年4月、ドイツの大祖進行計画を予見して、これに対抗するため日本に急接近していたソビエト連邦に対し、日本政府は日ソ中立条約を締結する。 満州国皇帝の愛新深羅暮里満州において、日本は1906年に国策会社である南満州鉄道を設立し、これ以降日本は中国大陸の北部における権益を急速に固めることになる。その後、1931年に勃発した満州事変などのそれまでの軍事行動の結果として、中国大陸北部を中心とする土地をさらに占領し、 1932年には、元首として、新朝の愛新閣ら不義を失勢とした、満州国を建国していた。上記のような日本の行動に抗議する中華民国は、国際連盟に提訴し、国際連盟は、イギリスの第二大リットン伯爵、ビクター・ブルワー・リットンを団長にする、リットン調査団を派遣する。当時、 蒋介石率いる中華民国は度重なる内戦により治安が悪く干渉罪としての満州国の必要性があることからリットンは日本の満州における特殊権益は認めたが満州事変は正当防衛には当たらず形だけでも満州を中華民国に返すように報告書に記したその後1933年2月に行われた 国際連盟特別総会において、立ン報告書が採決され、賛成42、反対1、危険1の賛成多数で可決された。可決の直後、松岡洋介日本全意見は、このような勧告は受け入れることができず、もはや、日本政府は国際連盟と協力する努力の限界に達したと表明し、その場を退席した。 松岡は帰国後国民の盛大な歓迎を受けた。その後に日本は国際連盟を離脱し、1936年には日独防協協定をドイツとの間に結ぶなど、イギリスやアメリカなどと対決する姿勢を鮮明にしてゆく。中華民国の小介石と装備令、アメリカ陸軍のスティルウェル順将1937年に始まった日中戦争における、 日本軍との戦いに苦戦していた中国国民党の紹介石率いる中華民国は日本軍に対抗するために内戦状態にあった中国共産党と共に抗日民族統一戦線である国境合作を1937年に構築する。また紹介石とそのスポークスマン的存在であった妻の総美霊は日本の中国大陸における軍事行動に対して 懸念を示していたアメリカと急速に接近した。その後中華民国軍において空軍の共感及びアドバイザーを務めていたアメリカ陸軍航空隊のクレアリー・シェンノート隊は日本の航空戦力に対抗するためのアメリカ合衆国義勇軍を設立する際、紹介石と親しく、親中的な考えを持っていたフランクリン・ルーズベルト大統領がこれを公認、支援した。 日中戦争の勃発に伴い、日本との徹底抗戦を主張する中華民国の省、解石に対して、日本のこの絵踏み首相は、自獄国民政府を大使とせずとした、この絵声明を出し、自ら和平の道を閉ざした。そのために日本は、小解石に代わる、新たな交渉相手を求め、日本との平和交渉の道を探っていた、王朝名を擁立することとした。 そして、王朝名は、日本の力を背景として、北京の中華民国臨時政府や南京の中華民国維新政府などを集結し、蒋介石とは別個の国民政府である南京国民政府を1940年に設立し、日本との協力体制を築いた。プレイク・ピブーンソン・クラーム首相これまで、欧米列強の圧力に屈すことなく、 独立を堅持していた大王国は、フランス保護領のラオス王国の主権や、カンボジア王国のバッタンバン、シエムリアプ領州の返還を以前からフランスに求めて、いたが、1940年6月に、プレイク・ピブーンソン・クラーム首相は、日本とフランスとの間に、総合不可侵条約を締結し、中立政策を取った。しかし、間もなく、ドイツがフランスを占領し、 新独政権である、ビシー政権が成立すると、ビシー政権と同じく新独政策を取る日本軍が、ビシー政権下のラオスとカンボジアに進駐すれば、フランスに対する領土返還要求を実現することが不可能になるとみて、9月には、ラオスとカンボジアに対する攻撃を加え始めた。1941年1月には、シャムワンでも大会軍と、 フランス海軍の軽樹二洋艦が交戦する事件が発生し、これを見た日本は5月に大仏領国の間に立って、居中調停を行い、フランスに、ラオスのメコンウガン、チャンパサク地方、カンボジアのバッタンバン、シエムリアプリオ州をタイに割上させた。その後、日本軍が12月8日未明のタイ連合諸国参戦の1時間前に、イギリス領マラヤのコタバルに上陸し、 マレー半島を北上して、台南部へ進出した。このような状況下でもタイ王国は中立を堅持していたが、12月21日に日本との間に、非、対抗主導名条約を締結し、事実上数軸国の一国となった。インドのスバス・チャンドラボースイギリス領インドのスバス・チャンドラボースや、ラスビハリボースなど、独立運動家の幾人かが、 創主国と対立する日本やドイツなどと結託する姿勢を取るなどして創主国の政府に揺さぶりをかけ続けた。1898年からアメリカの植民地となっていたフィリピンは独立へ向けた運動が活発化しており、これを受けてアメリカ議会は1934年に タイディングス・マクダフィ一方で10年後のフィリピン独立を承認し、翌1935年にアメリカ自治領政府を発足させ、大統領としてマニュエル・ケソンを就任させた。しかしながら完全独立に向けた具体的な方針は、一向に固まらず、多くの独立運動家からは不満の声が上がっていた。第二次世界大戦前において、日本と太陽国、 中国大陸の中華民国の支配区域を除くすべてのアジア諸地域は日本とイギリス、フランス、オランダ、ポルトガルなどのヨーロッパ諸国およびアメリカの植民地支配下に置かれておりその動向はすべて宗主国の政府に握られていたこのような状況下に置かれていたため日本や欧米諸国の植民地下に置かれていたこれらの国々の国民や地元政府の意思は 第二次世界大戦への参戦に対しては、直接的には大きな影響力を持つものとはならなかったが、欧米諸国の植民地においては、数世紀の長きに及ぶ植民地支配に対する反感に基づき、オランダ領インドネシアや、上記のイギリス領インド、アメリカ領フィリピンなどでは、当時から独立の声が高まっており、 いくつかの国では独立運動指導者による組織的な独立運動も起こっていた。世界恐慌の最中のニューヨーク証券取引所第一次世界大戦の戦勝国の一国であるアメリカはヨーロッパが戦場となっている間に世界の工場として活動し国土が戦火による破壊を受けなかったことにより1920年代にはすでにイギリスに代わって 世界最大の工業国としての地位を確立した。クーリッジ大統領の時期には戦後の後継期を背景として国内には国家財政の安定に対する絶対的な信頼と楽観主義が広がった。しかし1929年アメリカ経済は生産過剰に陥り、それに先立つ農業不況の慢性化や合理化による 雇用抑制と複合して、ニューヨーク証券取引所における株価が大暴落、ヨーロッパに飛び火して、世界恐慌へと発展し、資本主義諸国を中心とした、世界各国に、経済的、政治的混乱を広げるきっかけとなった。また、このような状況下で、職を失い社会に対する不満が蓄積した、白人によるアフリカ系や、 日系アメリカ人などの有色人種に対する人種差別は州政府に半ば黙認された形で活動を行っていたクークラックスクランの台頭やニ日移民法の施行などの人種差別的な政府方針に後押しされますます増加した。またニ日移民法はこの法律に狙い撃ちされた日本をひどく刺激することになった。こうした中、 強行による経済的混乱を打開することができなかったハーバート・フーバーに代わり修正資本主義に基づいたニューディール政策を掲げて当選した民主党のフランクリン・ディール・ウズベルト大統領は公約通りテネシー川流域開発公社を設立。フーバーダム建設などの公共投資増大による内需拡大政策や農業調整法、 全国産業復興法を制定し、さらに諸外国における戦争に参戦をしないことを公約の一つとして掲げ、参戦を果たした。1935年には、戦争状態にある国に対する武器輸出を禁止する中立法が設置された。ただし、1937年には、日中戦争が勃発したことから、大統領により、 イギリス戦績の船によるアメリカ製武器の中国への輸送が許可された。この中立法は1939年に再び緩和され、1941年3月にはレンドリースポーが成立し、軍事物資の提供が可能となった。8月にはアメリカ合衆国大統領のフランクリン・ルーズベルトとイギリス首相のウィンストン・チャーチルにより、 ナチスとの戦いとその後の平和的指針を示した大西洋憲章が調印され9月にはルーズベルト大統領が防衛を必要とする海域においてドイツとイタリアの船を攻撃するよう命令し10月には駆逐艦ルーベン・ジェームスがナチスドイツに撃沈された1930年代の中央アメリカ諸国の政治動向としては往々にして ファシズムがもてはやされ、グアテマラのホルヘ・ウビコ政権などムッソリーニに影響を受けた小物独裁者の独裁政権が多数出現した。しかし、こうした政権は1939年に戦争が始まると主要取引先だったイギリスとアメリカの顔を立てるためにファシズム色を薄め、1941年12月に日本が 真珠湾攻撃を起こすと、アメリカに先立って、数軸国に宣戦線布告をするような政権が、ほとんどだった。南アメリカ大陸においては、未だ、ヨーロッパ諸国や日本、アメリカなどの強国の植民地がその多くを占める、アジアやアフリカ大陸と異なり当時そのほとんどが、独立国となっていたが、急宗主国であり、国民の多くを占める、移民の出身元でもある。 ヨーロッパ諸国と経済的、政治的つながりの強い国が多かった。その中でも、コロンビアやブラジル、チ位などでは、航空産業や鉄鋼などの機関分野において、ドイツ系企業やドイツ系移民が経営する企業が、中心的な地位を占めていた。しかし、1930年代に入りナチストを率いる、ドイツによる脅威が、ヨーロッパで高まる中、 地理的に近いことなどから南アメリカを自国の裏庭と考えるアメリカはそれらのドイツ系企業に対する乗っ取りや政府による接収を行わせることによってそれらのドイツ系企業からドイツ人を追放させ機関分野においてのアメリカの影響力を維持したアフリカ諸国も日本と太陽国を除くアジア諸国と同様全てイギリス、イタリア、フランス、スペイン ベルギーなどのヨーロッパ諸国の植民地であり、戦前からいくつかの国で、地元国民による、組織的な独立運動が行われていたアジア諸国の、植民地とは、対照的に、イタリアの植民地であった、エチオピアなどいくつかの国を除き、ほとんどの国で戦前には、組織的な独立運動が起こらなかったこともあり、国民や地元政府の意思は、第二次世界大戦への参戦に対してはなんだ。 影響力を持つものとはならなかった。日露戦争後の日本の交流を目の当たりにした、イギリス連邦の自治領であるオーストラリアでは、日本を有望な市場と見る一方、軍事的な脅威であると言われるようになった。そのため日英同盟を還元しつつ、独自の海軍の建設を進めてきた。大恐行為後は、イギリスのブロック経済に組み込まれることになった、オーストラリアは、 最後の仮想的国、日本に対して組織的な情報活動を行う、一方優和政策を推し進めた。さらに、第一次世界大戦でドイツが敗北し、ドイツ領南洋諸島の総主権が、戦勝国の日本に移される際には、サモアやニューギニア東北部などの赤道以南の諸島は、例外とされ、オーストラリアやニュージーランドの支配下に入った。オーストラリアは、 イギリスの軍事力に依存しつつ、赤道を生命線に安全保障政策を構築していった。また、仮想敵国の一つドイツが亡くなったためオーストラリアの安全保障は対日本政策が中心となるようになった。第二次世界大戦の原因の一つとして、反戦主義と行き過ぎた優和政策が挙げられる。イギリスやフランスは第一次世界大戦の損害を教訓に、 戦争を回避することに尽力した。結果的に、ミュンヘン会談にて、チェコスロバキアの国家主権は踏みにじられ、ドイツの拡大を増長した。会談からイギリスに帰国したチェンバレンは、戦争を回避した英雄として、メディアに報道された。チャーチルは、著書、第二次世界大戦会コロクの中で、第二次世界大戦は、防ぐことができた。 言和策ではなく、早い段階で、ヒトラーを叩き潰していれば、その後のホロコーストもなかっただろう。と述べている。ただ、当時のドイツの外交方針としては、答申を掲げ反響的な態度をとり、少なくとも英仏には手を出さないということとなっていた。その他、立憲トロップ外相は、ハミルトン・フィッシュとの会談で、イギリスの囲い込み政策の以前は、 ポーランド問題も当事者同士で合意ができていた。と述べていた。こともあり、第二次世界大戦の原因は一重に、ヒトラーのせいではないとも言われている。戦争が勃発し、ドイツがポーランドに注力している間も、イギリスやフランスは長らく防衛を行うばかりで、ドイツに侵攻しなかった。この背景も根強い反戦主義にあり、戦線の拡大を招いたと批判される。 作家ニコルソン・ベイカーは第二次世界大戦について攻めを受けるべきはアドルフ・ヒトラーよりもウィンストン・チャーチルのように思えると2008年の著作で述べたがアダン・キルシュはこの説を修正主義的説明と評した。政治評論家パッド・ブーキャナンはヒトラーは第二次世界大戦を望んでいなかったのではないかと2009年に主張したがこの説には 多くの批判が寄せられたただ現在では、ルーズベルト大統領の工作があったのではないかとも言われている。ありがとうございます。